っと食べてないなしなぁ、ちょっと待って、真っ先に行ってたな以上、食べ物の話しかしない森三中の楽屋風景でした。すごいな。美味しいと思ったものはとりあえず買ってきて、みんなで分けたり共有したいに、いや、いい顔するんだよだってセントコースの皆さんそこまでしないでしょ。でも私、その落ち込んでるって相談した時に頑張ってってチョコレートくださいましたよね。あって、あげたこと、そうですね、もらい物だけど、もらい物って言った、え、もらい物だけど、これ食べて頑張ってって。それ家か持って帰るの邪魔くさかっただけでしょもらい物のくだりいらないじゃない。あ、そっか、すいません、すいません、あ、ダメだし今日の夜中多分伊藤さん家の前でブーンブーン。さあ、そしてセントフォース一緒にフラメンコ、はい、私と彩子ちゃんでね、はい、趣味でフラメンコそれぞれやっていたので、それで一緒に DVD を出したんですよ。あ、2人のフラメンコの VTR がある。あ、見てみましょう。フラメンコにハマる女たち、無になれるんですよその日一日嫌なこととかがあってもフラメンコ踊ってる時だけは他のこと何も考えてないんで無なんですよ。伊藤彩子さんがフラメンコにハマったのは女優の山口智子さんがやっていたから。難しいね。かっこいい。いいですね。今年で初めて10年目、現在も夕方のエブリィが終わった後猛ダッシュで銀座線に乗り込み、週2で渋谷の教室に通っているそうです。来た、うわー、姉さん、あ、すごい、なんかかっこいい、かっこいい、かっこいい。中田亜希さんが冷たい女と思われるのは嫌で、情熱的なフラメンコを習い始めたんだそうです。